私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、この学園都市における成果が日本の未来を占うと言っても過言ではない。そのガンブレ学園の前に一人の転入生の姿があった。希望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラはいかなる伝説となるのか。ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だった三神楽ゆいだよ。あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃったけど。こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だからお姉さんってことで。久々に会ったけど期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい。ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局朝まで。その君の冷静なツッコミもね。君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも。意味がわからない。今はそれでいいの。それじゃあ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。いけない、ホームルーム始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、アイダ・シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は組み立てから塗装、改造、仕上げまでありとあらゆるガンプラ、残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会でこの学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。おい、みんな静かに。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼はガンプラバトルの経験があるそうですよ。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだからけっ。というわけでわざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まって。ということはミッションで
その実力を見せてもらいます。おー、彼のパートナーは、そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました。クラス委員長のコーラ伊織です。よろしく。委員長がパートナーか、いいな、羨む。あんた知らないの？委員長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めます。あなた、ガンプラバトルの経験があるらしいですね。とはいえ、この学園のシステムだと勝手が違うこともあるでしょう。念のため、基本の操作だけ教えて。教えるまでもなかったかしら。では次に行きましょう。武器による。最大の防御。さあ、それがこの…かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。このクエスト、あなたならどう動く？次に壊されたいのは誰かしら。沈め。あるじゃない、落ちろ。次に壊されたいのは誰かしら。
だ。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。そこまで。二人とも素晴らしいバトルでしたね。コーラさんも楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能した。それにしても二人とも強かった。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラス。くっそー、僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。もちろん生徒会の許可も下りてます。おお、俺どのキットで。僕の超改造したち。それなら私のクシャトリアだって負けてない。不思議そうな顔をしています。ガンプラバトルのためのこの学園でみんな。その理由きっとすぐに分かりますよ。